そういうことか。さあ、到着しました。到着しました。岡山県中蒜山オートキャンプ場です。はい、今回2018年2回目のキャンプ、もう一回雪中キャンプです。はい、で今日はテントを張るんですけど、結構積雪があって、車で踏みつぶそうか悩んでるんですけど、スコップでちょっと初め頑張ろうかなと思って、そこに張りたいと思います。はい、であの山が中蒜山、蒜山高原高原は違う、まあ山ですまあこの山をバックにキャンプしたいと思います。はい、楽しみます。では今からちょっと頑張ってきます。変わってない、変わってない。やっと建て終わりました。結構時間かかりましたけど、いい感じです。今から薪とかをちょっと買いに行きたいと思います。ジュリさん、撮っておりますねいい感じに撮れましたか。さあ、完全に建て終わりました。こんな感じです。で、今日は冬はもう最近ずっとトルトプロばっかりですね。で、ペグは結構もう掘って差し込んだ形です。今マイナス5度かな、マイナス5度ですね。夜どれぐらい冷えるか。寒い。撮っておりますね、山広さん今回は、今回は雪中キャンプです。はい、非常に寒いです。寒いね。フリーフライヤーデリフラ、この時間はジャパネット高田ラジオショッピング、ジャパネット高田の辻さんです。こんにちは。こんにちは。はい、よろしくお願いします。森さん、よろしくお願いいたします。はい、森さん、はい、久々です。はい、緊張しております。うん、今までいろんな駆動シェーバー、ヒゲ剃りをはいご用意させていただきます。シェーバー、はい、今日はもう、俺ヒゲ生えてるよっていう男性の方、すべての男性に届けたい思いです。はい、もうやっぱり毎朝のことですからね。そうなんですよね。だから、ね、もうシェーバーって本当にね、いろんなランクがあるんで、毎朝使うんで、シェーバーだけはね、ちょっと高級タイプをね。薪を買いに行ったらめっちゃ積もってました。帰り出れるんかな。いや、ブランド行ってよ。すごい。やっても無駄やろ。気が入ってきた。あ、でもちゃんと
今回の室内の感じはこんな感じです。フジカハイペットと今回はなんとガスストーブまで持ってきました。ちょっと贅沢に、うん、じゃあ今からソーセージ食べたいと思います。この焚き火台の上に乗せるアイテムなんですけど、これ Amazon で買ったんですけど、かなりおすすめです。またリンクで貼っときますので見てください。こうサイズ調整が、ここに穴があるんですけど、サイズ調整ができて、こういうガスでやるときもガスの上にできたり、こういう焚き火台の上にできたりとか、いろんなことで使いやすいです。でこれスノーピークの S ですね。でこういう風に乗せたりもできるし、すごい便利。結構僕が買っておすすめなタンブラーなんですけど、車のコップ入れにも刺さるし、でタンブラーって結構蓋だけ、あのリュックとかに入れれないタイプのやつが多いんですけど、これはもう中がこぼれないタイプのタンブラーで、で結構保温性とかも3時間ぐらいは熱々でおすすめです。 Amazon で1000円ちょっとやったと思います。うちの奥さんも使ってますし、あまりにも気に入ったんで両親にもプレゼントしました。またこれもリンク貼っときますので、もう1000円やったら買っちゃってください。今日は3組なのかな、3組で、あの一番右奥がうちのテントで、でこちらが他の方なんですけど、なんかスノーピークの会らしくて、今回僕らもスノーピークなんでちょうどよかったです。皆さん明日仕事あるのに、今日夜、今日から入りで明日の朝には出ていくそうです。僕も見習いたいです。トイレは残念ながらかなりの簡易トイレであります。電気もなしです。しかも1個しかないし、女の人嫌やな。嫌やな、うん、ショートカットがここできる、できるんかな。え、でもここ見て、うん、さっき歩いとったから。あ、そうなの。よし、行けますか。すごい。こちら新しいスノーピークのテントです。羨ましい、かっこいい。羨ましいな。いいな、いいな。この雪景色が様になりますね。かっこいい。さあ、今日の料理は一体何かな？さあ、何でしょうか。今日は鶏肉と豚バラをタレでちょっと一日漬け込んで、お、味を漬け込みました？漬け込んだんです。マジで、すごいでしょ。だからちょっと味が染み込んでると思います。じゃあご飯の方がちょっと汁に、さあ、いただきます。さて、お味は先に一回あれ、鶏漬け込んでるから美味しい。あ、でここは中ヒルゼンオートキャンプ場で、うん、初めて、まあ、初めてで、岡山県北部にあるところで、うん、料金が2人で、1泊で1800円でした。で電源付きもあるみたいなんですけど、まあ、それはプラス500円かで、
でもなんかネットでは1日1500円で買ってなんで1800円かちょっとよくわかんないですけどまあお得なとこですね、うん、ロマンチックやな。ロマンチック。おまじないみたいな。魔術や、魔術や。消えた。どうですか、ロマンチックでしょ。あ、11度になった。11度になった、うん、こっち見せて、うん、でも本当あったかいの。お、11度。今日は本当ガスストーブと、まあ寝るまでの間に。こっちは灯油ストーブ、うん、無事か。今日も楽しかったです。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみ。また明日。おはようございます。明るすぎます。これテント内がマイナス7度でした。え、夜中？うん、夜中、うん、テント内ですよ、外じゃないですよ、うん、めっちゃ寒い。 いや、この雪景色は本当最高ですね。もう本当に朝起きたらふかふかな感じですね。夜中星撮ろうと思って起きてた2時から3時ぐらい曇りやって撮れなかったです。撮った写真はこちらです。これちょっとやってみたかった。出るんかな。こちら、こちら、こちら。お肉は国産牛 30% オフです。ちょっと辛いがほんまにうまい気持ちです。さあ、いただきます。いただきます。はい、こんな感じで作ってくれました。うまっ。おいしいのを作ってくれました。いただきます。あー、めっちゃうまい。お肉、朝から超スタミナ。うんうん、おいしい。いや、もっとめっちゃおいしいって言わないと。おいしい、うん、そう、おいしい。上手ですね、うん、料理人ですからね。次から全て料理は担当してもらいます、うん、大丈夫。え、大丈夫、うん、やる。はい、撤収終わりました。1月第2弾終了いたしました。片付けるのがめっちゃ大変でしたね。今回の雪中キャンプの反省は、風がすごい強かったんでペグを結構奥まで差し込んだんですけど、あの雪取れないです。もうペグを抜くのが一番時間かかりました。ペグ探すのがまず掘って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 、中はめっちゃ凍ってるし。今回楽しかったです。楽しかった。ちょっと前回よりだいぶ寒かったね、うん、また、うん、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ではありがとうございます。